女給最後の犠牲者一。彼は今宵もまた研究室でただ一人モルモットを捕まえて結核菌を皮下に注射していた。彼が 彼の恩師が私費を投じて創設したこの結核研究所に研究を開始して以来25年の年月はすでに流れ去っている彼は今日すでに60を越している血気盛りの頃大学の助教授の位置それも臨床家として近い将来を嘱望され正教授として彼の技量を奪う時に近いのを自他共に許していたその位置を一周し去って この研究所の一助手として入所した当時には、この研究所に集まっていた助手の数も数多かったのである。彼の恩師が彼の学者としての将来に絶大の望みをかけて彼を助手長とした時には、誰として不服を言わぬほど彼は結核学者として著しい研究を遂げていた。彼の恩師の死後、彼がこの研究所を主催するに至って、 研究者はいよいよ彼の周囲に集まってきたかくて彼の研究所の名は世界的に喧伝されるに至った研究は目まぐるしいほど後を継いでこの研究所から発表された彼は多くの助手を指導するために日英を分かちがたきほど多忙を極めていた彼が所長の椅子を閉めて後5年になって 彼は結核の治療に手を染め始めたそしてその研究の必要上彼は結核菌の毒性を極力強くすることに努力し始めた今までの結核治療法の研究はもっぱら結核菌の毒力を弱からしむることを大方針として続けられていた毒力を極度にまで弱くした結核菌を用いて 結核の予防ならびに治療を試みんとしていたのであるこの方針から出発した研究はある程度までの成功は確かに収むることができたのであるが人類の生活から全然結核を駆逐することは到底不可能であることを彼は徹底的に考えついたこの考察が彼の研究方針に一大転換を試みさせる原因となったのである以来彼は 研究所を挙げて結核菌の毒力を強からしむる研究に努力させたのである全ての大発見というものは先人の後を追っている人に近づくものではない彼は先人の研究方針とは全く反対の方針に出たのであるこの方針転換がどれほどの効果を上げ得るものであるかを彼は全く考えなかったただ彼の学者としての頭脳が 偶然彼は研究に対して決してその結果を予想するの具をあえてしなかった彼はただ彼の頭脳の命ずるままに行動するほどの余裕のある学者であった彼が助手とともに結核菌の毒力を強からしむることに努力して以来その研究は23年は全く見当さえもつかなかった 試験動物は一向金の毒力の増大したことを示してくれなかったむしろ動物は金の毒力の弱ってくるのをさえ証明していた彼はなおも努力を続けていたその当時からである彼の研究室に働く助手たちが次々と結核に感染するようになった彼は 助手たちが若いいい心心ををを抱いててて、次々と研究のの犠牲になっていくのを見て心を暗く見暗ぬではなかったが、学問は犠牲者の数とともに進歩発展する過去の歴史を顧みて尊ぶべき犠牲者の冥福を祈るしかなかった犠牲者は後を絶たなかった犠牲者とともに新しい助手が彼の研究所を指して集まってきたその助手たちもまた 犠牲となっっていった新しい犠牲者は収容の日がだんだんと短くなってきた症状は甚だしく激烈であったある者はわずかに一週日の病床から神の手に引き取られていった貧品たる犠牲者の名は新聞紙上に発表されたあたかも飛行機発明当時のごとく この研究所の犠牲者は有志として世間から敬意と弔意とを表されたが全ての出来事がそれであるように世人はこの尊き犠牲者に慣れてきた新聞紙は犠牲者の使命を発表することが記事としての価値のないのを感じてきたそれと同時に彼として最も悲しむべき傾向が現れてきた それは研究所へ助手として来るものの非一日と源じてくることであったついに彼は全く助手を求めがたきに至ったこの2年のち彼は護衛騒然として廃墟に等しき研究室に名誉ある最後の一人として日夜培養器と試験動物とお供として 人類と結核菌との戦闘を続けているのである二夜は更けている夜鳥が凄惨な声を中点に立てて泣き去ったその後は七月の夜を研究所の裏の海の暗闇に堂々と波が打ち寄せているのみである 彼はききっと鳴くモルモットを左手に押さえて右手に結核筋液を入れた注射を持ってモルモットの皮下に注射したそのモルモットを動物籠に入れてまた新たに動物を押さえつけた彼は合計10匹のモルモットに注射をしたそして彼は手帳を出してその夜の作業を記録した彼は モモルモットの入れてある金網の籠を右手に掲げて動物小屋に行った本館から廊下伝いに海近く建てられてある動物小屋まで彼はほのぐらい伝統を頼りに行った動物小屋の戸を開けるとその物音に人の近づくのを知ったモルモットはあちこちの暗闇からキキッと泣き立てた 彼は懐中電灯を照らしながら動物の叫び声の中を歩いてカゴの動物を大きな動物カゴの中に移したニンジンと豆腐の殻とをカゴに入れる動物は餌の香りにまた一時キキッと鳴く彼は電灯を照らしながらまた別のカゴに近づいたそしてそのカゴに結びつけられてある木札を読んだ これだ彼のしわがれた声は天井に反響した彼はそのカゴから56匹のモルモットを手に下げた小カゴの中に移した彼は再び寂しく廊下を通って本館に帰ってきたかつては五十幾人の研究者のために三十いくつの研究室の窓から夜通し漏れていた伝統も今は全く見えぬ 廊下には蜘蛛の巣が縦横に張られて彼の「頬」と言わず「白髪」と言わず全身に気味悪くかかるただ一人彼のためにパンとバタとを町まで買いに行く小遣いも夕暮れに帰ってしまって彼一人しか今はこの研究所におらぬのである本館に達してから彼は動物カゴを手に下げて階段を上った。 わずか段段ほどの階段である。それをわずかの重みのカゴを下げて登った彼は動悸の強くなるのを感じた呼吸もやや迫るその動悸を感じながら彼は老来道の遠きを心身と感じた彼は両側に並ぶ研究室の間の廊下をとぼとぼと歩いていた大木も死んだ花田も死んだ そして恩師はすでに他界されて20年になる彼はふと思い出して一室の前に来て泊まったそして懐中電灯を照らしてその部屋の戸を見た小さな名刺がまだ貼ったままである水木由紀子彼はその名刺に引きつけられるように近づいたその時 ぼーっとして彼の網膜には22歳の若い婦人の姿純白の仕事着を着た青白い顔のリチをたたえた目の持ち主が浮かんだ彼はしばらくそこに泊まっていた彼の年老いた方にかすかに笑いの影が漂ってそして消えての後は深いシワが寄った。 彼はまたコツコツツと歩き出した。固い靴底の音は廊下に反響している彼は廊下の突き当たりの部屋のドアを開けた中は闇であるおや停電かその声も悲しく消え失せた彼は部屋に入って手に下げていたカゴを床に下ろしたキキッ と動物が籠の中で鳴く。彼は懐中電灯を照らしながら中央の研究台に近づいた引き出しを開けるろうそくがコロコロと音を立てて引き出しの中を転げた彼は台の上からマッチを取ってろうそくに火をつけた彼の大きな影が灰色の壁を動いた 彼はろうそくを研究台の上に立ててまた仕事に取りかかった3匹のモルモットは金液の注射を順次に受けたそして4匹目のモルモットは今彼の左手に握られている彼は動物の耳につけられている番号札を見直したそして研究台の上にある手帳を見つめた「よし間違いない。 0.8だな。彼はこう言って右手で金液で満たされた注射器を取った彼は動物の皮膚に注射針を近づけたその時モルモットは首を曲げて彼の指を突然噛んだ彼は驚いて注射器を台の上に置いて動物の頭を軽く叩いた静かにしとれよ。 彼は子供に言って聞かせるように言ったその時またもモルモットは彼の左手の指を噛んだ「ゴらラ彼はこう言って指の痛みに動物を放した小動物はちょろちょろと台の上を走った彼は両手を伸べて動物をおざえんとしたその時彼の右手の手のひらは ちくりと物に触れた。痛みは相当に華々しかった彼は驚いて手を引いたその手には注射器が硬く刺さっていたお<う>彼は声を立てたそして注射器を抜き取ったそして左の指で傷を触れた その時、停電していた電気がパッとともった彼は手の傷を伝統の光で見た傷は小さくあったがかなり深い皮下まで錆が見えて残っている彼は注射器を見た注射器の内容はわずかではあったが玄じている彼は我を忘れて傷に口をつけてチューチューと吸った そして血の混じった唾液を流しに吐き出した彼はなおも傷を吸った56回も音を立てて吸ったそして薬品棚に近づいて用土賃金を瓶の線につけて傷に塗りつけたかすかに傷が痛む再び彼は急ぎ足で流し場に近づいたそして唾液を吐き出したコップを取って水をついでうがいをした 彼のの方には血の気がなかった。花田は誤って金液を口に入れたじきに吐き出したという大木は誤って注射器の先で指に傷をしたそしてじきに血を絞り出してヨードンキを塗ったというかくしても彼ら2人の助手は数日を入れずして死んだのである。 それは2年の前であるその後金の毒力は数倍の強さになっているのが確実である彼は部屋の中をあちこちと歩き回った彼の心臓は早金をつくようになっている彼の頭脳は結核感染の恐怖と核心とに満たされてしまった彼は戸を開けて研究室を飛び出した そして駆け足で闇の廊下をまっすぐに行った突き当たりの部屋のドアを彼は開けたそして夢中で電灯をつけたその部屋には中央に1個のテーブルと1つの椅子があって大きな書籍棚が所狭く立っていた隅の方に粗末なベッドが1つある彼はそのベッドの上に仰向きに倒れて 両手で顔を隠した。頭の中をくるくると結核菌と今までの犠牲者とが駆け巡っている三。彼がこの研究所で成し遂げた研究は二十を超えている。そして。 それに共同作業者として名を連ねた助手は30人を超えているしかも彼が研究上の一大転換をなして以来十何年かは一つの研究報告さえも発表されぬのであるしかしてこの未発表の研究のために犠牲となった者は10人を超えているそして1年以上をこの研究に従事した助手は ほとんど全てが研究の犠牲となっている最近の5年以来新しい研究者は一人も来なかったそして5年前の夏はこの研究所に踏みとどまっていたそういうよりもむしろ生き残っていたものは大木昭義花田留夫水木由紀子の3人の助手と所長を彼のみであった この4人は実に孤軍奮闘の勇士であった大木と花田は学生時代からの親友であった彼らは学校を卒業すると同時にこの研究所に彼を師として慕ってきたものである彼ら2人が青春の胸を語り合って人類の幸福のためにこの研究所を指してきた最初の日に所長は彼らにこう言ったのであるおそらく。 君らは噂で知っているであろう。この研究所は今まで非常に多くの犠牲者を出している近来はそのために研究に来る人がほとんどなくなってしまったそして今いる人たちもでに結核に感染しているこういう私さえも感染しているかもしれぬ君らは若いのだ 若い時には誰でもも名を好むものだ。しかし名というものは L に堅いもので若い人が思うほど簡単に名は求められるものでないかつまた実は今この研究所でやっていることは研究のごく初歩のことであって今の研究が万一成功した暁になって初めて第二の研究に入るのである。 そしてその第二弾の研究こそは人類の幸福をもたらすものであることを信ずるが現在の研究題目は実は研究の目的とは遠く離れている私を信頼してきてくれた君らだから話すが実は今は結核菌の毒力を強くする研究をしているのだこの研究は 今日相当に信仰しているその証拠として多数の犠牲者を今まで出している私とでもおそらくはこの犠牲になる時が来るのを覚悟はしているのだ若い将来のある君らが私を訪ねて来てくれたのは誠に感謝に耐えぬが私は 君らをまたもこの研究の犠牲にするに忍びない僕も君らぐらいの時には今日の君らと同じような心でこの研究室に飛び込んできたのであったがもう年を取ってしまった日暮れて道は遠いどうだ君らはこんな一生をかけても見込みの立たぬ研究などはやめて 医者として臨床家として世の不幸な人を救ってやってくれないかかつまたこの研究所などは寄捨て人の来るところだ私のような寄捨て人となるしかない運命の者の,の来るところだ君らは若い心も燃えている臨床家として世に立って 金と地位とを得る方が、どれほど君らの幸福か知れない。彼はこう言って、二人の青年を解き伏せるつもりであったのである。先生、お心はよく分かっています。ですが私たちはすべてを覚悟してきたのです。私たちは私たちの心を、結核を人類から駆逐戦とする努力に燃やしてみたいのです。 特にその研究がまた私たちの命を危うくするものであるならば一層私たちの若い心は燃えます一人はこう言ったそれは大きであった先生先生の今のお言葉は正しいのかもしれませんしかし先生がこの研究所にお入りになった時のお心の中を顧みてくだされば 私たちのの今日の心は、よくくお分かりくださると思います。私どもは先生の後継者のないことを非常に遺憾と思っています私どもなどは到底その器ではないでしょうが結核撲滅という大事業は到底一人の学者では成し遂げられぬことと思いますその意味で私たちを仕立ててくださるのは これまた先生のお勤めではないでしょうか花田はこう言ったのである所長はなお言葉を尽くして言って聞かせたが2人はどうしても心を翻す様子がなかったかくて2人はついに希望を達してこの研究所に助手として研究を開始する機会を得たのであった王木花田の2人がこの研究所に席を得てのち、 半月を過ぎた秋の日に一人の処女,女がこの研究所に所長を訪ねてきた水木由紀子という小型の名刺を見た時所長は2人の助手を顧みて言った珍しいことだ夫人の訪問者は5年ぶりだよ一体何の用だろうね新聞や雑誌の記者ならば肩書きをつけた名刺を持ってきそうなものだ 所長はこの夫人を大切間に通した。夫人は所長の姿を見て真顔になって初対面の挨拶を述べたあとこう言った誠に突然で紹介状を持たずに参りまして失礼いたしました私は今まで東京の女子以前に学んでいたものでございます思い立ったことがございましてこちらに助手として働かせていただきたくて参りました 所長はこの言葉を聞いて驚いて彼女の顔を見返した彼女は美しい姿をしていた彼女の美目はリチそのものの姿であった所長は静かに答えたそううででしししたか。実はは、ここの研究所ではもう助手を採用しないいとにしています。所長は簡単にこう答えるしかなかった もちろん助手一人の席のない研究所ではなかったまた助手を一人採用して研究に従事させる費用は十分に研究所にはあるのであるただ所長は裏若い所長をまたも研究の犠牲にするに忍びなかったのである夫人は所長の返事を聞いてしばらく考えていた夫人の首筋から血の毛が失われていった と、夫人は顔を上げた。先生、私はみんな覚悟をしてお願いに参りましたのです。どうか私の願いをお遂げださいまし私はこちらの研究所から犠牲者の出るのをよく知って参りましたのです。と申しますよりも犠牲者が貧品と出るのを知っておりますからなおさらお願いに参りましたのです。私は、 自分の命を短くしなくてはならぬ事情のあるものでございます。どうしてもご採用が願えませんならば、私はこの海で死ぬ覚悟で参りましたのです。どうか、私の心をお察しくださいまして、なんとかご採用をお願いいたします。夫人はこう言って、所長をまともに見つめている。彼女の目には涙など全く見られなかった。 ただ所長ののの最後の言葉を待っているるみである所長は返事をせずに彼女を見つめたままである所長は何と言ってこの婦人を救うべきかをしきりに考えていたけれどもこの場合に適するような言葉は一向見当たらなかったななぜあなたは死ぬのです所長は率直にこう聞いた。 夫人はに答えたえその理由はお尋ねくださいませんようにお願いいたしますただ私はこうして先生の最後のお言葉を待っているばかりでございます夫人は固く唇をかんでしまった所長はこの夫人の希望を達してやるよりほかにこの夫人を救う道のないのを考えついた承知しました 採用します今この研究所には私を入れて三人の最後の人が働いていますあなたで四人になります最後の四人です所長はこう言って夫人を見返した夫人の顔には生殖が浮いてきた4 所長が最後の4人といった4人の学者は次来この研究所で志士として日夜働いていた彼らは全くこの研究所で寝職を共にしていた水木ゆき子はただに研究所のことに努力を惜しまなかったのみならず3人の男の学者のために食べ物の調理までも引き受けていた一人の女性がこの研究所に入所したということはこの寂しい研究所に 一脈の温かみと柔らかさをもたらしたのは言うまでもない一日の研究を終わった後彼ら4人は一室に集まってピンポンをさえするほどの家庭的な時間を楽しむことができたのである水木由紀子が入所してのち1年を過ぎた時大木は予定のごとく結核菌の感染を受けてわずか10日にして他界した。 それに遅れる,る1か月にして花田が一週日の病床で結核研究の犠牲者となったそれ以来この研究所に働く者は署長と水木由紀子のみとなったのである花田の遺骨を吹雪の夕暮れ漁村の粗末な火葬場から持ち帰ってきたその夜である小遣いは村に帰ってしまった 所長は机の上に花田の遺骨を入れた白木の箱を載せてその前に書籍を出して読んでいた生涯は初夜のあれに雪が吹き上げられ吹きまくられていた「どうどうと」と海からは波の音が響いてきたドアが叩かれて水木由紀子が入ってきた彼女は寂しいながら女らしい日本服を着ていた もにこもるにしては派手と言えぬでないゆき子は静かにドアを閉めて所長に近づいた机の上の遺骨に一礼してのち、彼女は署長の指さす椅子に腰を落としたとうとうあなたさんも彼女はこう言って遺骨を見つめた彼女の方は蒼白ではあったが 世上一般に人の死に際して見られるような取り留めのない悲しみの様子はどこにも見られなかった予定の通りでした。所長はこう言って額に手を当てた2人の心の中には自らの将来が明瞭に描き出されていた室内には何の物音もせぬして2人黙々として 机上の遺骨を見つめている。窓に音がして雪がさっと当たった後はまたとうとうと波の音となる10分ほどの時が過ぎたやっぱり寂しい所長がしわがれた声を出した遺骨を見つめる所長の脳裏には大木花田の2人が この研究所へ初めて来た日のことが蘇ってきた希望に燃える青春の頬そして命を落としての研究者の両親の輝きそして今はすでに犠牲者である一人残るこのユキコもまた運命はすでに結せられているかすかにすすり泣きの声が所長の鼓膜を動かした 所長は花田の遺骨を見つめたままであるすすり泣きは続く水木が泣いているのだと署長は知っている所長の目はまだ遺骨に吸いついているすすり泣きの声は高くなってきた所長はまだ遺骨を見つめている60を過ぎた老科学者に 近く22歳の水木由紀子は声を上げて泣き出した所長は放心したように遺骨を見つめている彼女は寮の袖を顔に当てて泣いている所長は放心したように遺骨を見つめている所長の口が動いてしわがれた声となった何を泣くか所長はまだ遺骨を見つめている 女の泣き声が肌とやんだそしてユキコは寮の袖を顔から離して所長の横顔を見た先生なんだ所長はまだ遺骨を見つめている私は研究のための犠牲者を泣くのではありません女は力強く言ったそれでは何を泣く 由紀子は涙を見せていなかった唇を白くして所長を見ている何を泣いたのです。恋人花田君は君の恋人なのかええ花田さんも。 大きさんもそうか所長は顔を曇らして遺骨を見つめた所長は恋人という言葉に何の環境をも持ちえなかった所長は遺骨を見たまま言うわしが死んでも泣くか泣きます恋人として泣くか え、それはありがとう所長はこう答えたまま口をつぐんだ見つめている花田の遺骨がぼーっとしてきたそして所長の胸から血が頬に上ってきた25年前の記憶が所長の脳裏によみがえってきた恋をした命がけの恋をした そしてその恋を失って大学の助教授の椅子を捨ててこの研究所に入った彼である所長は遺骨を見つめたまま若き日の追憶に追い立てられた「あの頃彼女は何歳であったろう」と彼女の姿を思い浮かべんとした時所長は愕然として驚いた所長の網膜には 明らかに水瑞希子の姿が浮かび出た所長は甚だしく朗媒した俺は気が狂ったのではなかろうか彼は目に浮かぶ水木を極力消さんとしたそして彼の若き日の恋人の姿に火炎としたその努力は無効であった彼はついに声を立てた瑞希さんあなたは 部屋へ帰ってくださいゆきこは所長を見た所長はなお遺骨を見つめていたゆきこは静かに椅子から立ち上がったそして音も立てずにドアから出て行った所長はまだ遺骨を見つめていたその夜から2日後に水木ユキコは発熱して2日目に すでにに奇跡にった。研究所最後の投資は所長である5停電の夜研究室で誤って注射針を手にさした彼は研究室を出て居室の寝台の上に倒れていた。最後の一人も、 ついに結核菌を皮下に植え付けられたのである30分ほどの時が過ぎた彼の過去の絵巻物の最後は今夜の失敗で終わりを告げたその時彼の心には猛然として学者としての両親が頭をもたげてきたそうだ今までの研究の整理をつけなくてはならぬ研究は中途ではある 中途ではあっても幾十人の犠牲者の尊い命によって記載さるべき報告は最後の自分に命ぜられる重要な仕事である彼は雑然と気丈に積み重ねられてある書類を片っ端から目を通して順序をそろえたその書類は一束ずつ研究者の名の記された紙が挟まれていた彼はそのいちいちを大きな風に入れた そそししてその内容を記した彼の生命は今夜にも終わりを告げぬとも限らぬと信じた彼は彼の死後になって彼と彼の助手との業績を他人が発表するに都合のよいようにしておくのを急いだのであった差し迫った心で彼は2時間ほどこの仕事に費やした一通りの整理をつけ終えた時彼は気づいて自分の脈を数えてみた 脈は一向変調もない。彼は彼の研究所における犠牲者の名簿を作成船として日記帳を机上に持ち出したそして一人一人の病歴をできるだけ詳細に記載したついに記載が助手花田留おに終わった時には既に暁の光が窓に見え始めてきた「次は水木である」 と彼が考えた時彼は初めて心臓の鼓動の甚だしくなっているのを感じた彼は机の引き出しから検温器を出して体温を測った検温器は摂取39度を示していた彼は検温器の指導を知って時の近きを心に消した「水木由紀子」と彼は彼女の名を記した その時彼は水木由紀子の感染経路の全く不明であるのに気づいた由紀子は病がの2日間全く意識が混濁していて電線経路について全く知るに予しなかったのである彼はやむを得ず感染経路を不明として病状の記載に移ったそして最後に自らの名を記載した 結核菌第58号と菌種を明らかに記した後注射針を指にさした時から体温39度を知るまでのことを記載したペンを置かんとして彼はまた水木由紀子の感染経路の不明であることを思い出して残念に絶えなくなった彼は割れるように痛む頭を押さえながら犠牲者名簿とペンを持って廊下に出たそして 震える足元を踏みしめながら水木由紀子の部屋に行った鍵をかろうじて鍵穴に入れて彼女の部屋を開けて彼は入った暁の光が部屋に満ちている女のたしなみの香りが室内にまだ残っている研究所に来るさえも恐怖していた由紀子の家からは ユキコの遺骨銀を今日に至るまで取りに来るのでユキコの部屋はユキコの存命中そのままになっていた派手な着物が寝台のそばにかけてある彼は部屋の中央にある机の上に犠牲者名簿を置いてまず机の引き出しを開けてみた海中鏡が一つ紅色に見えた彼は引き出しの奥に手を入れてみた 五六本の手紙しか見当たらぬ。彼は別の引き出しを開けてみた一番前に日記帳があった彼は急いでそれを机の上に出した彼は急いでそれを机の上に出した夜は明け放たれてきた生外の夏の茂みがスガスガして見えた彼は最後の日から順次に日記をミんとして パパラパラと日誌を逆に食った。頭はまたズキンズキンと傷んできてめまいさえ感じてきた彼は日記を手に取ってユキコのベッドに下向きに倒れながら頭をもたげて日記を送った2月15日花田さんの遺骨を持ち帰る午後11時金第55号0.001を サワンヒカに注射す。彼はこの句を読んで全てを了解した彼女は恋に注射をあえてしたのだなぜに彼は後を読み続けた恋を失いこの研究所に来てのち大木さん花田さんと広き恋に落つ大木さん花田さんともに たにかかれていかれてるのち、ながらえなば先生をもまた同じ運命に導くを恐れて彼はここまで読んだ時「バカ」と声を立てんとしたその声は声とならなかった彼は突然起こってきた王都のために身をもだえた苦い水が胃から口へ運ばれてきた 一度吐き気が収まった時彼は日記を伏せてヒョロヒョロとベッドから立ち上がった彼は机に手をかけて周りを見回した部屋の隅にある課題に花瓶が一つそれに並んでアルコールランプとマッチが見えた彼は飲めるように課題に近づいてマッチを握ったその時恐るべきめまいが彼を襲った 彼は日記をを床に投げ出してマッチを握ったたまま倒れた彼は立て続けに56回言おうとした彼の全身は全く力を失った56分の後彼はやや力を回復した床に倒れた彼の右手が伸びて日記帳を引き寄せた彼は急いで 日記帳の姉妹を五六枚ビリビリと破ったマッチが56本一度にすられた日記帳の紙がメリメリと燃えた腹ばいになったまま彼は頭を上げてそれを見ていた紙が全く灰に寄した時彼はその灰を右手で揉みつぶした彼の顔に。 安心の笑みが一時に昇る。彼は全身の力を込めて立ち上がったそして机の上からペンを取った彼はまたまた床に倒れた日記の紙の余白がメリメリと破られた彼はその紙を置いてペンを持って書き出した水木由紀子の感染経路金第55号 0.001皮下注射。48時間後発病。彼はまた一枚の紙を破った。最も強烈なる金毒を持って結核の予防治療を試みんとしたり。世が所有する金の毒力は今日全世界に存在する結核菌中最も強烈なるを信ずるものなり。 日本結核研究所長山本陽吉彼は自らの記載をなお一回読み返した微笑が彼の方に一時現れた彼は腹ばいのまま顔を上げて室内を見回さんとしたその時彼の全身は恐怖すべき交代性の痙攣に襲われた室内の机書棚は ガガタガタと音を立てていた。彼の意識は全く失われた彼の胸の上に書棚の上から一枚の写真が写真ばさみのまま落ちてきた彼の全身は硬直性の痙攣に映った彼の右手は偶然にも胸の上に落ちてきた写真を固く握りしめた彼の命は そのまま最後の犠牲者として彼の肉体を去った彼の右手には水木由紀子の写真が握られていた窓の隙から暁を沖から帰ってくる一団の漁夫の想像しい炉の掛け声が室内に入ってきた。